はい、メチェス。はい、メチェス。今回、ドロラ王。ドロラ王ですね。ドロとニボニボ、濃厚煮干し。ハマると抜け出せなく、底なしのうまさ。こちら、あれですね。濃厚煮干しには細麺が合うと。で、入れれば、さらに、沼うまい。うん。追い煮干しでもっとうまい。煮干沼の元搭載、煮干しの沼から抜け出せなくなるのでご注意くださいと。ドロラを食べてみたいと思います。どんなんやねんな、ドロ沼ってな。ドロ沼、ドロラ王か、ドロラ王か。一回開けてみますね。パッケージ可愛いなこれ。うん、では開けます。あれ、こっちか。はいはいはい、開けましたら、液体スープ、必ず、粉末スープを溶かした後に入れてくださいと。お召し上がりの直前に入れてくださいと。先に入れると麺がほぐれませんと。で、液体スープはすぐ蓋の上で温めてくださいと。はい。で、次こちら、粉末スープ、お召し上がり直前に入れてください。豆乳をすぐに混ぜてくださいということだから、どちら、粉末スープを溶かして、その後にこれを入れます。覚えとこう。さらに、これ何やねん、これ。煮干沼。追い煮干してもっとうまいぜと。後入れ。これはお好みで味の変化を、調整してくださいとなってますね。うん。煮干しの、沼から抜け出せなくなるのでご注意くださいとなってます。これを調整しながら入れていきたいと思います。そして、こちら、チャーシュー。鶏チャーシューがありますね。はい。で、麺はこちらとなっております。チャーシューはもう入れていいんか、これ。先にチャーシュー入れていいんかな。うん。ほんで、ちなみに、カロリーの方が、413キロカロリー。タンパク質が17グラム。はい。脂質が 8.4 グラム。炭水化物が 67.4 グラム。で、食塩相当量が 7.9 グラムとなっております。ではでは、先にどうすんねんな、これ。液体層を温めるやろ？で、あ、チャーシュー入れなかったな。チャーシュー入れますね。それマスクしとったら見えへんかったからな。マスク取ったわ。うん。で、チャーシューはどうやって入れるんだろう。入れて、よいしょ。チャーシューはこんな感じ。こんな感じな。こんな感じ。では、入れます。はい。はい、こんな感じになりますね。麺は絶対うまいと思うねよ。これ、ラオウの麺ってうまいからな。ではでは、お湯を入れて、4分ですね。ノンフライ麺ですね。4分、待ちたいと思います。めちゃくちゃ、楽しみ。はい、4分経ちました。4分経ちましたので、開けてみたいと思います。開けるで。ここまではまあ普通やな。まあいつも通りの感じやんか。はい。で、液体スープを、あ、先に粉末やな。先に粉末スープを入れます。順番間違えん方がいいらしいで、これ。よいしょ。粉末入れちゃいます。ドバッと。ドバッと入れまして、はい。ドキドキやな。ドキドキやな。これで、ほぐす。ほぐすんとかな、大嫌いやねんな。これ大嫌いやね。よいしょ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 。こうな。よいしょ。よいしょ。いけたかな。よいしょ。よいしょ。こんなもんかな。こんなもんかな。そして、液体スープ入れます。よいしょ。パッケージいいよな。金ってな。金がいいわ。はい。行きました。はい。
これでまた混ぜると。混ぜます。あ、ええ色してきた。ええ色してますね。はい。はい。はい。あ、これでも十分やな。十分美味しそうに見える。これな。あ、まだ塊があったわ。これよう混ざってなかった。で、これ、要注意な。よく混ぜなか。よく混ぜなか。よく混ぜて、うん。塊できると思うわ。よく混ぜましたと。こんなもんかな。どうかな。どうかな。うん。ほんまは、この後に、にぼぬまの元って、お好みで入れたらいいやつあんねんけど、まずこの状態で食べてみたいと思います。ではでは、いただきます。お疲れ様です。楽しみやな。まずな、スープ飲んでみる。スープ飲んでみんな。あ、すごい。なんかこれ、何、カツオこれ、何やろ。あ、カツオの風味かな。合ってんかな。なんかな、風味がすごい。あ、煮干しか。すごいいい風味してる。ちょ、麺食べれて。麺食べる。行くで。楽しみやな。これでも濃厚。お。いや、濃厚やで、これ。かなり濃厚。ほんまに。あ、うんま。うんま。あ、めっちゃ濃厚。めっちゃ濃厚。で、ここで、そろそろ、この、ニボ沼の素、これ入れてみようかな。ちょっと早いかな。やっぱな、どんだけ入れるこれ。俺、アホみたいに入れちゃうねんな。もう全部入れようかな。せっかくやし。入れるで。さらに追加。さらに追加したで、これ。絶対濃いで、これ。絶対濃いで、どうなんねん、これ。あの、こってり派とあっさり派ってありやんか。え、みんなどっち派かな？俺な、こってりやね。こってり食いたくなんね。ね、食ったら食ったで、もう2、3ヶ月食いたくないってなるんだよ。いつもな。だけど食いたくなる。やっぱこってり好きとしたら、楽しみやねんな。こう。ほら。すごい。これ箸立つんちゃうか、これ。どうなんやろ、もうこれ、ぬまってしても、立ちませんな。立ちませんのかな。ほら。これ色がえぐくない？ほら。わかるかな、これ。これわかる、これ。この色がな。色が、泥じゃないけど、すごいやろ、これ。すごいやろ。ではでは、行くで。ちょ、まずそぶそぶで。行くで。濃い。ドロドロ。ドロドロ。これ行くで。体悪いんかなこれ。どんなんやろ。行くで。いただきます。あ、濃厚。濃厚すぎる。あ、すっごい。やっぱ煮干しこれ。すごいいい風味やし、美味しい。あと、チャーシュー。チャーシューもいくで。チャーシューもいきます。あ、チャーシューうまい。美味しいねんけど、ちょっと待ってな。水が飲みたくなる。あ、これ濃いわ、ちょっと待ってな。びっくりする濃さやで、これ。あ、すごい。すごい。うわ、これ、これマジすごいわ。てかな、めっちゃ濃い。めっちゃ濃いしな。濃いけど、もうちょっと吸いたくなんねんな、これ。
濃いわ、これ。濃いけど、癖になるわ。だよな、後追いありやんか。控えめのがいいかもから。徐々に合わしながら入れる方がいいと思うわ。あと、ちょっと濃すぎると感じたら、さらに、お湯を足した方がいいわ。お、まあ、これちょっと合わへんな思ったら、お湯足し、これ。いや、結構な、もうなんかもう、水飲むのやってられへんでぐらい。それぐらい濃いです。ぜひ食べてこれ。ええで、これ。うん。